こんにちは、速稼塾の久保です。前回ですね、譜面 YouTuber のタカさんとズーム対談をさせていただく中で、タカさんのね、YouTube アカデミーのセールスを行ったわけですけども、その時にね、お問い合わせをしてくださった方、もしくはね、入塾を決めた方は非常にラッキーだったと思います。今ね、現状どのようになってるのか私分かりませんけども、まあ、YouTube アカデミーで先月ですか、スタートされた方は、まあ、一気に実績を出されたということで、非常に良かったんじゃないかなと思います。まあ、費用がかかったり、作業が日常の中で、YouTuber としての活動が増えていく。これはもう、周知のことだと思いますけども、それに値する、フィードバックがあるんではないかなと思った方は、多分勇気を出してね、参加されたんだと思うんですよ。で、ここでなんで勇気がいるかっていうと、やってみたけど、ダメだったっていうふうなね、徒労に終わることが怖いと思うんですよ。いや、しかしね、挑戦にはね、徒労がつきものなんですよね。やってみたけどもダメだった。もしくは、やる前以上に凹んじゃったみたいなね。そんなこともあるかもしれません。だから、勇気が必要なんですよ。ここはね、自分の決断と勇気をどのぐらい醸造してきたかっていうことにかかってくるんですけども、まあでもね、その勇気を補填するわけではないんですけどもね、まあタカさんもしっかりとサポートしてくださると思いますし、まあ私もね、はばかりながら10年間 YouTuber ですから、で、もともと麻雀店のね、ダメ麻雀店のスタートでしたからね。いや、今思い出すと、あの時、手を出しても足を出してもダメだった自分の人生、ビジネスに、YouTube ってものに、まあ、また飛び込んでみたと。いろんなことを挑戦したんだけども、YouTube だけが、まあ、私をね、助けてくれたなというふうな気がしますね。まあ、なんせ、世界一の企業ですから、まあ、世界一の企業が私の味方になって、それで負けることはないだろうなと思いますよね。まあ、要はなんでダメなのかっていうと、世界一の企業とやっていけるような取引相手に、いや、私がなっているかどうかってことなんですよね。まあ、でもさすがに10年やってれば、まあまあ、YouTube が見捨てないような人間にはなれたかなと思います。今日はね、月収100万というポイントを、ちょっと皆さんに分解して解説しようかと思いますね。月収100万ね、羨ましいでしょ。やっぱり月収20万とか30万が常識であると言われる中で、まあ、月収100万になるとかなり暮らしが楽になると思います。でも月収100万って稼ぐの難しいんですかね。確かにね、お給料もらってる立場としては、月収100万ってのは、ちょっと考えられないような金額ですよ。でもなんで世の中に大富豪とか、豪邸とか、高級車ってあるんでしょうか。それはやっぱり月収100万どころか、200万、300万と稼ぐ、そして稼ぎ続ける人がいるからなんですよね。どうやって稼いでると思います？一つにはですよ、会社というものを作って、そこに従業員を働かせて、一人当たり、従業員一人当たり売上、50万とか60万っていう設定しますよね。で、従業員一人当たりの売上が50万の時に、従業員に20万円だけ給料を上げるんですよ。そうすると、差額の30万円が、一人当たり利益として会社に残ります。じゃあそういうふうな会社を10人の社員で運営してたらどうしますかね。経営者ってのは、労せず、その差額の30万 ×10、300万を労せず手に入れることができるんですよ。ですんで、そういう場合、おいおい、ちょっと給料上げてくれよっていうふうに交渉した方がいいんですよね。そうすると、会社に毎月30万の利益を残してくれる人、辞められたくないですから、じゃあ給料上げようか。ボーナスを出そうか。そういう風になっていくわけですよ。ただ残念ながら、給料もらってる方は20万とか30万でありがたいありがたいと思ってね。で、自分の給料の仕組みを計算しないんですよね。だから、自分が20万とか30万もらう裏で、どのぐらい会社に利益が残してるかっていうことに全く気づけないんですよ。そんなことないですか？でも商売やってるとね、私は経営者として、従業員1人当たり売上って真っ先に計算しますよ。だからこそ最低必要人員とか過剰人員っていう計算が成り立つわけですからね。まあその計算をしても私の場合は全然売り上げが上がらなくてね、それどころじゃなかったってことなんですよね。従業員1人当たり給料を20万とか30万出しちゃって売り上げが足りないから私が手出しをしていたっていうね。まるで私がね、従業員に給料を払って養っていたみたいな感覚だったですね。だから毎月給料日になると、私の預金口座っていうのは、借金が膨らんでいくみたいなね、やっちゃいけないコースになりました。でも逆に考えたんですよ。で、この会社体制で売り上げだけ上がったら、寝てても金が入るんだなとね、そういうことなんですよね。じゃあ組織を使ってやるとこういうことになっちゃうんで、一人で商売をやろうと思った時、コストっていうのは最大限こうかからなくなるわけじゃないですか。当然人に払うお金もありませんしね。そうなってくると自分で作った売り上げだけが自分の収入になってくるわけですよ。少なくとも1ヶ月いろいろやって、じゃあ売り上げが5万でした。いや5万じゃとってもやっていけないよと思っても5万なんですよ。ね。私がグループ会社をやっていて、どんなにね社員を雇っていて立派に見えてもプラス5万にはなんないんですよ。マイナス100万なんですよ。支払いが生じるんで。ここがリスクですよね。このリスクに対して私は「えいや!」と勇気を持って会社経営、店舗経営をやったんですけども、その勇気は大きく私の人生を傷つけることになりました。まあでもね、ただじゃ終わらないぜと思ったわけですよ。もうね、ここまで凹んでしまうと、挑戦に次ぐ挑戦をするしかなくなっちゃったんですよね。そして一発逆転、一回ぐらい当たるだろうと思ったんですよ。でもなかなか当たんなかったですね。当たらずに、テクノロジーが私の目の前にやってきました。インターネット、ね、そして YouTube、Wi-Fi、スマホ。これがやっと揃った時に、私がやろうとしていたことがブレイクして花開いたんですよね。まあ、ですんでね、私がね、インターネットを諦めていたらダメだったかなと。YouTube に興味を示さなかったらダメだったかなと。スマホなんてくだらねえと思ってたらダメだったかなと。Wi-Fi だってどうしようもねえだろうと思ってたらダメだったでしょうね。何に関しても肯定的に捉えたんで、その肯定的に捉えたパーツが揃った時に、まあブレイクできたってことだと思います。店舗をやっていた時はね、まあ麻雀店の例をねよく出しますけど、麻雀店やっていた時はどこよりもいい立地、立派な箱、最新型の機種、経験のある従業員、これでやっていけると思ったんですよ。でもダメでしたね。集客力が誰もなかったと。で私はね唯一経営者ですから、集客力を生かすためにあの手この手を打ちました。いやはっきり言ってね、本通りに立って麻雀できそうな人をこうやって見て、一人で歩いてる人、もしくは一人でね、なんか退屈そうにしてる人を、おいおいって捕まえて、麻雀やろうぜって。こんなナンパ方式でやったこともありますよ。まあお客さん来ますけども、そうやって強引に連れてきたもんだから、店舗の中でスタッフ3人で囲って、勝つわけにいかないでしょ。だから、やりにくかったですよね。難しかったですよ。連れ込み宿みたいになっちゃいけないんで、この人を負けさせちゃいけないと思ったんですよ。で、従業員に負担がかかるじゃないですか。続かなかったですよ、だから。まあ、そんなエピソードもありなんですよ。ただね、YouTube で商売をやるってことは、動画をたくさん作るってことなんですよ。動画を作れば集客が起きます。つまり、再生数が上がってきます。チャンネル登録も増えます。そこに、見に来てくださった方の悩みや苦しみに、この対応したね、解決するものを提供する、情報として。それが商品になります。例えば、モテない人がどうやったらモテるかってことはね、情報によってモテるようになるんですよ。どんなスタイルの服を着るべきか、どんなヘアスタイルであるべきか、どんな言葉を発するべきか。ね。これは情報によって人の人生が変わるってことなんですよ。変わった途端、モテるようになるわけですよ。稼げない人が稼げるようになる。ね。それも、何を使ってどのように誰に売れば稼げるのかってことっていうのは、知ればわかるんですよ。知らなければできないんですよ。ね。例えば商品を麻雀というものにすると、これはきついですよ。麻雀に興味がある人にしか売れません。しかも、その時、暇な時間を持ってる人しか来店されません。負けが込んだら、つまんなくてやめちゃいます。他の趣味にライバル取られちゃうかもしれません。こんな不利なものを商売相手にしては、やっぱり難しいでしょうね。しかも今はね、スマホで手軽に5分10分で麻雀ができちゃう時代なんで、誰がわざわざね、店舗に来てね、環境の悪い煙黙々の中でやりたいかって話なんですよ。しかもお金をかけてやればやっぱりね、人間関係も作りにくいですよね。はい。というところで私は今ね YouTube をやっていてよかったなと思うんですけども、 YouTube の中でじゃあ月収100万っていうところに焦点を合わせてみると、月収100万ってどうやって作るんでしょうかね。これはね非常に簡単な公式があるんですよ。商品単価×購入客数イコールあなたの売り上げなんですよ。まあ、これが月収になりますよね。いや、そんなの分かっとるわって言うでしょ。いや、分かってるなら、100万円の商品を1人に売ることってできませんかね。1 100万円の商品1人で売ったら、それで終わりですよ。はい、100万ですよ。ね。100万の商品って人って買わないですかね。100万の商品がもし買う人がいなかったら、世の中に車や家ってのは存在しなくなります。どうでしょうか。ね。それから100万円を一発で買わなくても、例えばね、5年ローンで1年間20万っていう支払いのプランはどうですかね。いや、これでもね、5年かかるけども100万円回収できることは確かなんですよ。それが可能になったら、それを毎月やったらどうですかってことなんですよ。そしたら、毎月、毎月、こうやって売っていくとね、12ヶ月100万の商品が売れると12個売れるわけですよね。そうすると年間20万が12個売れるんで240万。年収240万の完成なんですよ。で、100万5年分割といえどなかなか売れないんじゃないのって思った方、もっと分割を長くする手もあります。これが、いわゆるサブスクリプションっていうのに似てるんですよ。サブスプリションっていうのは、例えば月間で1万円払う商品を提供したとしますよね。だから年間で12万払うわけですよ。10年間で120万なんですよ。30年間で360万なんですよ。そういう作り方。つまり、360万円の30年払いっていうふうに分解することもできるんですね。そういうふうに支払い方の工夫をすることによって、支払いは緩いんだけども、でもいつの間にかそんなに払っちゃったみたいな形を作ることもできます。電気代、水道代、家賃、どうですかね。毎月毎月少しずつ払ってるけども、振り返って10年、20年、総額でいくら払ってきました。ね、そう考えたら、人って結構払えるんですよ。はい、それでね、理想論ばっかり言っても仕方がないんで、もうちょっと簡単なところ行きましょうか。じゃあ、10万円の商品って売れませんかね。10万円の商品を月に10人に売る。これでも100万です。じゃあ、1万円の商品はどうでしょうか。ね、100万じゃなくても、まだ力がないうちは、1万円の商品を3人に売って月収3万、どうでしょうかね。最初はそういうところから始めてもいいんじゃないかなと思うんですけど。つまりは、どの価格の商品だったら自分は作れるのか。どの価格の商品だったら自分は売れるのか。そして、何人にだったら売れるのか。こういったことを一つ一つ紐解いていくと、売り上げは実力に合わせて作れていくってことがわかります。じゃあ商売なんてやったことがないし、ちょっと自信がないなって方、100円の商品どうですかね。100円の商品っていうと、ボールペンやら消しゴムやらってものもありますけども、100円の商品は売れるでしょう。100円の商品売る自信がない、売る気もないんだったら商売もうやめてください。諦めて、そのまんまアルバイトやサラリーマンをやるしかないです。しかないんですよ。だって100円の商品売れないでしょ。100円の商品に100円以上の付加価値をつけて売ることはそんなに難しくないです。ね、多分、子供が肩叩き券みたいなのを作りますよね。それをお父さんやお母さんに売った時に、もしかして1個や2個は買ってくれるんじゃないですか。そういうところから商売って始まってると思います。ある子供はね、そのニュースでも紹介されてましたけども、家の中でカフェをやっている少年がいるらしいんですよ。コーヒーを、ココアを作って、お父さんやお母さんに売ってるらしいですね。あれからどうなったのかわかりませんけども、それが商売のきっかけなんですよ。続くかどうかっていうのは次のフェーズなんですよ。まずやってみること。最初の100円、1000円、1万円をどのように手に入れたか。その経験が非常に大事なんですよね。じゃあ1円の商品どうですか ?1 円の商品作れませんかね ?1 円の商品売ることできませんかね。いや、さすがに私ね、1円の商品だったら知らない人にだって売れると思いますよ。いきなりね、1円の商品あるんだけど買わないみたいな。逆に面白いですよね。どんなものだったら1円で買ってもらえるのか。人の心理ってのはどういうものなのかとかね。どういう断り方をしてくるのか。その断り方に関してどういうふうに対応していけばさらに売れるのかとかね。そういうふうにして、どのように売っていくのか、誰に売るのか、いくつなら売れるのか、こういうことを一つずつ考えていくことが商売ですよ。それはね、YouTube であろうともリアルビジネスでも変わりません。前回、タカさんのYouTube のコミュニティをね、販売しましたけども、単価ってのがあるわけですよ。で、タカさんがサポートできる人数の限界もあるんですよ。で、タカさん自身は毎月毎月理想とする売り上げもあるわけですよね。だからそれをね、やっぱ自分自身が商品販売しようとした時に、自分の実力に合わせた結果が出るわけなんですよね。で、これはまだまだだなと思えば、また力をつければいい話なんで、じゃあどうやって力をつけるのかって言ったら、すでに商売をやってる人に学ぶしかないでしょ。そうするとうまくいってる人から学べばうまくいく可能性は高いです。一回もうまくいったことがない人から学んでもなかなか難しいと思いますけどね。はい、そしてね、ここからは概念的な話になりますけども、簡単にできることに惑わされないでほしいなと思うんですよ。側近系とかね、なんか簡単に儲かりますとかあるじゃないですか。いや確かにあると思いますよ、簡単に儲かる方法。簡単に儲かる方法あるけども、そこに多くの人が参入しちゃうと簡単に儲かる方法が食い尽くされて、簡単に儲かる方法は飽和するんですよ。つまりは簡単にできる方法はそんなに長く続きません。でも別の簡単に儲かる方法はまた生まれてきますからね、そっちを利用すればいいんじゃないかなと思います。というふうにもう忙しくなりますよ。いつもいつも追っかけて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 になりますから、ね、だからそっちの方が難しいですよね。簡単に儲かる方法を見つけるのが難しいということになっちゃいますね。とんちみたいですね。でね、無理せずにできる範囲って言葉もちょっと気をつけた方がいいです。無理せずにできる範囲で頑張る人はもういっぱいいるし、すでにあなたもそうなんですよ。あなたも無理せずにできる範囲でやってるでしょ。だから困ってるわけじゃないですか。だからね、無理してできる範囲を広げていく作業を日々少しずつやっていく必要があるんですよ。そうするとついてくれる人は極端に減ります。ついてくるライバルは減ります。そこが自分の安定したフィールドを作るためのコツなんですよね。はい、ということで今回は気になる男をお送りしましたけども、いかがお感じだったでしょうか。次回もよろしくお願いします。